タミヤ10分の1組み立て電動ラジコンカーキットダークインパクトのご紹介です。 DF03 シャフト4輪駆動のオフロードカーの組み立てキットになります。長期欠品してましたコストパフォーマンスの非常に高いオフロードバギーになります。箱の中身はこのようになっております。こちらがポリカーボネートのボディで、裏から色を塗ります。で、保護フィルムがついてますので、塗装した後でこう剥がすとすごいとても綺麗なボディになってます。同じくリアウィングですね、ポリカーボネートでこちらも裏側から色を塗るようになってます。ステッカーは表から貼るタイプで、種類は少ないので、手軽に仕上げることができます。これが足回りのダンパーパーツ、ナックルパーツですね。タイヤホイールは、現在のタイプの、このタイプのタイヤがついてますので、オフロードに限らずどこでも走行ができるようになってます。フレームはバスタブタイプで、バッテリーは下側から入れるタイプになっています。そのためボディをわざわざ離さなくても下側から出し入れするので、便利なようになっています。こちらはギアボックス等を含むプラスチックパーツで、ダンパーステー、ギアケース、これが足回りのパーツですね。サスアームは、割と丈夫な形になっているタイプです。こちらは金属パーツで540モーター、シャフト 4WD のためにこのシャフトで動かすようになっています。でこちらの場合は皆さんがよく気にしている、最初からこちらのキットはフルベアリングになっています。であとは足回りが調整できるタイプになっていて、一クラス上の、バギーになってます。ポジション的には TT02 バギーの一クラス上になってます。それでも作りやすくはなっておりますので、前後ボールデフを使っているもんですから、フルタイム4輪駆動ですけれども、ブレーキも効いて操縦がすごくしやすいです。組み立ては部品が多めになってますが、こういうふうにシャフトの四輪駆動の、迫力から走りができるような車体になってます。まあおなじみのこれがボールデフっていうノンスリップデフに近い、機器をするタイプで、実物の大きさをそのまま持ってきて組み立てるようになります。コス的には両側を押して挟んでおいて真ん中が滑らないようにするのがコツです。部品、細かい部品が多いので、個数とか向きを間違えないように組み立てます。これが、前側の方のボールデフです。後ろのさっきのボールデフと同じような感じで組み立てます。でプラスチックですけれども、このキットは最初から油を入れるオイルダンパーがついてます。サスペンションも長めのタイプのバギーのタイプで、あとはオプションで金属のダンパーなんかも出ております。こちらあとはメカ積みですね。復刻版のバギーとは違って、現在のタミヤテイストで作ってありますので、走行性能はすごく安定しております。ジャンプなんかも得意になってます。車体の他にはこちらが必要になります。走行にはタミヤのファインスペックセット、送信機、受信機、サーボ、走行用バッテリー、
充電器がオーリンアップパッケージになってますので、これ車体の他にこれがあればそのまま走行を全部できるようになっております。送信機の方には単三電池4本だけ必要になりますので、それをご用意してバッテリーを充電しての搭載してから走行ができるようになってます。最初分かりやすさから見ると一番おすすめのセットになります。